どうも、こんにちは。ただいまの時刻、23時20分でございます。お寿司を食べに行っていたということもありまして、こんな遅くの撮影になってしまいました。もうあと動画撮影して歯磨いて寝るだけなんですけど、夜遅いということで隣に迷惑かからないように、ちょっとボリュームも、声のボリュームを下げてお話ししたいと思います。今日の企画、何でしょう。今日の企画はですね、さっきお寿司食べて満腹なんですけど、にもかかわらずちょっとですね、甘いものが食べたくて、甘いもの買うの控えてるんですけど、今日ちょっと我慢できなくてまた買っちゃいました。何を買ったのかと言いますと、これですね、ウェルシアの特用チョコで、これを使って今日はチョコレートってもう飽きたんですよ、僕正直。でも正直飽きたんで、次からちょっとですね、自分でお菓子作っちゃおうかなって思います。で、何を作るのか、僕が最近ハマってるお菓子ですね、ガトーショコラです。作り方調べて見つけちゃいまして、めっちゃ簡単な作り方みたいな、作っちゃいます。もう3回ぐらい作ってるんですよ、自分で。で、作ってるんですけど、ちょっと失敗してまして、今のところ。とりあえず作ります。はい。まず、どうやって作るかと言いますと、まず、このチョコレート、を大量に溶かします。どうしよう。やば、もう。めっちゃいい匂い。4、5、6、7、8、9、ラスト1個は食べちゃう。これをレンジン。レンジでチンしてる間にですね、卵、前回使った卵なんですけど、ちょっと余ったんで、材料は生卵とチョコだけっすね。で、これちゃんとしっかり混ぜます。生卵です、これ生卵で。チョコレートの溶け具合を確認します。まだ足んねえな。ちょっとですね、僕んち今これあるんですよ、チャミスル。チャミスルとチョコレートって絶対合うんですよ、フレッシュ味。うまっ。アルコール16度。 強っ。アルチューンなら普通にいますんで。溶けたかな。まだ溶けてないですね、あんま。ちょっと固形が残っちゃってますね。 なんかチャミスル飲んだら気持ち悪くなってきた。めっちゃ眠いし。お、もうほぼ溶けました。で、このほぼ溶けたら、ここに生卵を投入します。チョコと生卵、ガトーショコラの、レシピ調べたら、生卵を使ってるんですよ。めっちゃ驚きで、生卵とチョコレート以外の材料が僕持ってなかったんで、この2つだけで挑戦してみたんですよ、この前。そしたら意外といけそうだったんで、今日もいけると思います。混ざりましたね。この混ざったやつを、マジこれだけでもうまいっす。これまたレンチンしていきます。1分ぐらいですかね。これ見ててください。このトロトロが激変します。ここがお楽しみですね。スイーツ作りの楽しさがちょっと分かりますね。これ見てください。こうなります。分かりますかね、違う。めっちゃいい匂いなんですよ。で、なんかほらパンケーキみたいな卵、もうちょい1個、このレンジチンして完成したやつを冷やします。めっちゃいい匂いします。まずこれやってみた方がいい、みんな。よし、もうちょい。いい感じっす。マジやばい。もうちょい行く。もうちょい、ちょっと。今までちょっとね、失敗してるんで、なんか、ちょっと今回は長めに電子レンジやってみますね。わあ、いい匂い。で、これを冷やします。冷えるまでスキップ。あれから5分ぐらい経ちました。固まりましたかね。まだっぽいっす。
まだちょっとあったかかった。ただいま24時、いつもの睡眠時間の2時間経過しました。固まったか確認してみます。いい感じに冷えてるかも。あとちょっとかな。あとちょっと、あとちょっとです。おやすみ。ただいま12時15分、もうそろ寝ないとやばいです。もう固まったと思います。よし、食べよう食べよう。いただきます。フォークとチャミスルで、もうほぼ入ってないですけど、こんな感じですね。これがもうこんなカチコチになって、これがめっちゃうまいんですよ。ガトーショコラで、あ、もうこんな感じですね。サクッと入ってしっとりとした感じのスポンジケーキみたいな。いただきます。やっぱ本場のガトーショコラとやっぱ違うんですね。けどうめえ。乾杯。普通にこれと一緒に飲むと、めっちゃうまい。やっぱガトーショコラ自分で作った方がいいかもしれない。買うと結構あれ高いじゃないですか。こんな感じです。普通に卵混ぜて、卵とチョコレート、溶かしたチョコレート混ぜてレンチンするだけでこんなガトーショコラできるって結構驚きじゃないですか。普通に僕からしたら感動なんですけど、卵とチョコレートの割合変えれば、もうちょい違った感じなのかなと思いますし、マジうまい、マジうまいです。ぜひ皆さんもやってみてください。本当に簡単です。生卵と溶かしたチョコレート入れてレンチンするだけなんで、こんな簡単にガトーショコラできると思ってなかったので、皆さんぜひやってください。マジうまい。目がんぎまっちゃってますけど、寝ます。おやすみなさい。